皆さんこんにちは、フクロウです。今回は本日配信された時の歌終焉なき彼方のリセマラ情報をお伝えしたいと思います。でまずこちらのゲーム、領地拡大というのがねテーマになっていて、パーティーを領地に派遣してね、どんどん戦闘を繰り返して自分の領土を広げていくという感じのゲームになっております。パーティーを派遣しないといけないので、強い英雄が必要ということになります。 2.5GB をダウンロードした後、チュートリアルをするとね、初心者召喚というのをまずさせてもらいます。これでね、英雄を何体かもらえると、10体もらえるという形になっています。さらにね、チュートリアルを終えてメールをね、この左下のメールを開封すると、事前登録報酬っていうのがね、たくさんもらえるので、これを全部回収します。全部ね、回収し終えたら、この画面を閉じて、右下のね、召集というところを押します。で、23回回せばね、SSR が確定というふうに、下に表記されています。で提供割合を見るとこんな感じのパーセン程度でキャラが出るようになっていて、出てくる英雄もね、一覧を見ればこれでね確認できるという形になります。でもちろんですね、狙うのは SSR の英雄という形になります。ガチャはね10回だけ回すことができるんで、この10連で SSR が出るまでやると。で出なければデータを消すという形になります。で、こちらのゲーム概要欄からダウンロードできるようになっているので、興味がある方はね、一度プレイしてもらえればというふうに思います。そこにね、引き継ぎの方法なども書いてあるかと思います。